かエアレジとかも一番最初はエアレジを作ろうみたいな目的感じゃなかったはず。そうなんですね。やっぱ磨き込んでいく中でサービスの形というかプロダクトの形が変化していく、はい、誰もが考えもつかなかったようなアイデアを生み出すということ自体に別にリクルートの強みがあるわけではなくて、このプロダクトを作る、マーケットに当てる、そこの反応を見る、このサイクルのスピードなんですよね。市場の中でこう考えてて、きっとこうだろうとかああだろうとか、こうやったらものすごいものができるはずなみたいな思い上がった考え方で物事をやってても全く本当の意味でのプロダクトができないってことなんです。4つのステージに分けて検証をしていて、はい、1つは本当にニーズがあるということを検証するステージで、その次は、売上が本当に立つのかというところを見に行って、次は利益出せますか、で最後にスケールできるか、4つのフェーズに分けて、検証しています。負が見つかってプロダクトにしていくわけなんですが、そこがまた難しいと思うんですが、はい、杉田さんとこのあたりはどのように実際にされているというふうに。